タンさん、お父様からのお許しはいただきました。恋人のふりから始まった二人ですが、これからは本当の。あ、本当に来てくれた、クサくん。え、嬉しい。どういうご関係で。言ってなかったっけ、クサくんはね、コンタンの彼氏。どうも。なかなかパパと会ってくれないから、お見合いさせられそうになっちゃったんだよ。そう。でも人命犬さんが時間稼ぎしてくれたおかげで、クサくんをやっと説得できたんだ。ちょっと待った、あなた彼氏はいないって言ってましたよね。ああ、あれは今この場にはいないって意味だよ。分かりにくかったかな。そんなバカな。パパ、今度は彼と結婚するから。らしいですね。あ、そうだ、お父さんがこんななよなよした男を認めるはずがない。私でもまだチャンスが。許そう。なんで。娘の言うことだからな。やった、私の苦労は一体。こういうことにはなったが、俺はお前が気に入った。案外見どころのあるやつだ。私の第二の人生は、赤ん坊は、ついてはお前をとことん鍛え上げてやることにした。ありがたく思え。子供には世界で2番目に愛していると伝えよう。1番目は我が妻だからな。え、まずは地獄巡りマラソン100周からだ。ついてこい。シンクショー妖怪劇場、吹雪姫の記者会見。